さあ、では始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回の企画はですね、今まで受けてきた英語試験をランク付けしてみようという形でですね、はい、今までいろんなね、英語試験を受けてきたんですけども、一体どれが難しかったのかっていうのをね、発表していきたいかなと思います。格付けするにはなかなか難しいんですけど、そもそも4技能だったり2技能だったりね、バラバラだと思うので、その辺のことをね、考慮しながらちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、エントリーナンバー1番、トイックですよね。はい、トイック、L&R。まあ、S&W ですね。4技能として考えるんだったら SW もなきゃいけないので、まあ、これでちょっと合体させてランクに入れてみようかなと思います。続いて英検1級ですね。はい、英検1級も比べる対象としてやっていきたいと思います。続いて TEEP、 これはちょっとマイナーな試験なのであまり知らない人も多いかなと思うんですが、上智とか大学入試に使われる試験になりますね。プラスで TEEP CBT というですね、コンピューターでやるバージョンもあります。こっち形式ちょっと違うのでこちらも入れようかなと思います。続いて GTEC CBT、 これは GTEC は高校とか入ってないと受けられない。で、まあ、ただ GTEC の大人向けの GTEC はまた別にあるんですよね。なんですが、GTEC CBT であれば、まあ、大学入試向けであり、さらに一般の人も受験できる試験なので、はい、こちらですね、入れてみたいと思います。そして、国連英検特 A 級ですね。はい、聞いたことある人も多いかなとは思うんですけど、このチャンネル見てる人だったらね、非常に難しい試験として有名なキャラクターでございますので、ね、英検1級終わった人たちが、これのために勉強する、なんていう風によく言われますもんね。続いて、ケンブリッジ CPE、プロフィシエンシーと最近は呼ばれるんですけども、ケンブリッジ英検という試験があります。で、この試験の中にも、いろいろね、レベルがあったりするんですけど、FCE、CAE、CPE っていう風になっているので、その中の頂点ですね。CPE って、どれぐらいのレベルになるのかっていうのをですね、はい、ランク付けしていきたいと思います。そして、通訳案内士、英語になります。はい。まあ、日本に来た人をこう案内するやつになるんですけども、日本史とかね、地理とかもあるので、ランク付けするのは難しいんですが、ランク付けしていきたいかなと思います。で、あとは、IELTS ですね。やっぱね、イギリス留学とかするときに非常に大事になる試験ですよね。まあ、なかなか日本人がね、あんまり習ってこないイギリス英語とかで最初苦労しましたよ。そして、続いてが、TOEFL IBT。これもね、アメリカ行くときとかに必要になるやつですが、最近リニューアルされたやつなんですが、いや、これもね、なかなか苦労しましたよ。最近本書いててね、あ、今度出ますけど、また新しい本が。なんで、これらをですね、ランク付けしていきたいと思います。はい、じゃあこの中でですね、自分が一番簡単だと思った最下位は TEEP。 もちろん普通の大学入試受けてる人からするとうわむずっていうのはあると思うんですが、まあワンパターンであるっていうのと、本当に普通に勉強してれば取れる。で、 B2 レベルっていうですね、セファールの位があるんですけど、もうそこを突破してればスピーキングもライティングも満点っていう風になるので、そんなにスーパーすごいレベルがなくても満点が取れる。まあ自分自身もそうですし、やっぱ教え子たちも取ってってるので満点をですね、なんで、そこまでの難しい試験ではないかなと思います。まあほら、英検でいうところ準1レベルぐらいと張るっていう風にもねよく言われるので、まあ準1級がここの辺に来るのかなって感じですね。で、続いて TEEP CBT。 CBT の方が難しいです。スピーキングとか、まあ、コンピューター使ってやるんですけど、面接の方が簡単ですね、やっぱり。さらになんか出てきたのに対して答えるんですけど、すごく面倒なんですよね。なんか記憶しなきゃいけないんだよね。書いてある情報を記憶して出さなきゃいけないとかっていうのがあったりして大変です。 TEEP よりもスキミング、スキャニングが重視される試験ですね、 CBT の方が。続いて GTEC CBT です。こちらもですね、まあ TEEP CBT とそこまで変わらないとは思うんですけど、難しくなっていくんですね、正解していくと。そうすると、えらい難しいレベルになるので、だ問題自体は超難しいの出てきます。でも満点取るレベルになるとですね、なんだこれっていうようなですね、恐ろしいレベルの問題になります。ただし、この試験も B2 を超えれば満点なので、だから C1 ぐらいの問題あってなくてもこれ満点じゃねっていうのがですね、出てきたりもしてましたんで、まあ設問自体はめちゃめちゃ難しいのも出てくるんですね。正解していけば、間違っていけば簡単な問題が出てくるので、アダプティブな試験になってます。続いて、TOEIC。TOEIC L&R は GTEC のすごい難しい問題と比べればだいぶ優しくはなるんですけど、やっぱりですね、情報の照らし合わせですよ。非常にめんどくさいです。はい。そして推測問題。なんだこれ推測しなきゃいけないのっていうですね、のがありますので、やはり、ね、大学入試までで点が取れるようになってきても難しいと感じますね。英検準1級取れるレベルになってもなんだこの問題っていう風に思うものが多いと思います。で、 S&W をくっつけた場合はやっぱりずっと難しいでしょうね。 TEEP とか GTEC よりもいろんな能力が必要になりますね。描写する問題とかも大変ですしね。まあ個人的にはスピーキングライティングは GTEC CBT よりは簡単に感じましたけどね、 TOEIC のね。ただまあ総合した場合にはやっぱり TOEIC グループの方が上かなという印象です。
続いて通訳案内士かな。英語のレベルで言えば英検級よりも優しいですね。ただ覚えなきゃいけないことが非常に多い試験なので、全体の難易度からするともちろん英検級よりもずっと難しいっていう人はいっぱいいます。日本史と地理があって、でそれは大変は大変でした。一般常識とかもやったけど、ただ覚えるのが苦手じゃないのでそこまで苦労しなかったかなっていう感じですね。もちろんすごい努力しました。世界史選択だったんで日本地理と日本の歴史ですね、まあある程度中学校ではやったとはいえ覚えてなかったですから、本当に一から全部勉強し直したというんですかね。ただ日本史に関しては3ヶ月ぐらいでもうセンター試験ですねの過去問とかやって、8割は絶対切らなくなってましたし、あと当時そのセンター試験も使えたん であとは英語もトイック800何十点でなんか置き換えられちゃったんですよね。代わりになることができたので、だから英検1級よりは簡単だと思いますね。それだったら本当に二次試験だけ勉強すれば出るものだいぶ決まってるし、ちゃんと出るところを勉強してやれば通訳もできるのでそこまで難しくはないんじゃないかなと思います。ちなみに自分は全部受けました。トイックで置き換えられてもトイック使えませんでした。ちゃんと試験を受けました。翻訳したりだとかすごい難しい表現のものとかもやりましたし、日本史も本当に一生懸命勉強してやりましたし、日本の地理も一生懸命勉強してやりました。いや楽しかったです。この一般試験を受けるとなると、まあ、確かに英検級よりは難しいと感じる人は多いと思います。ただ代用できちゃう、ただ二次試験だけでいけるんだったら英検級より簡単でしょうっていう印象です。もう人によっては英検級より全然むずいと思います。英語しかできない人にとってはね。はい、続いて英検級。はい、やっぱり単語がむずい。最初に出てくる単語問題、ただその単語問題ができなくても他でリスニング全問正解できたりとか、リーディングで相当取れるとかっていうのはありますし、そのリーディングやリスニングで勉強した超の難しい単語出てきませんので、そこは余裕だったかなと思いますね。まあ一時受けた時はダメなのかなと思ったけど、ライティングとか字数こんなに少ない試験でどんな風に採点されるんだろうと思いながらやってたんで、そしたら意外といけた。で単語は難しいけどそれ以外はっていう感じ。続いて IELTS。 なかなかねむずい試験ではありましたね。とリーディングのパッセージは全然 IELTS の方が難しいですけど、ただ単語の難しい問題とかないんでね。でリスニングもまあ書いたりしていくんですけど、そんなむずいとは感じなかったですけど、だいたいスペルがね引っ掛けのものが出てきたりするので非常に厄介でしたね。でライティングが異様に難しいです。ものすごく難しい。点が出ない、マジ出てない謎の試験。スピーキングは面接なんで、結構イギリス英語を勉強したんで自分自身は英検級とそんなに変わんないかなっていう感じだと思いましたね、レベル的に。続いて TOEFL IBT ですね。 TOEFL IBT ね、やっぱりなかなか難しいでしょう。はい、リーディングは、まあ、IELTS より難しく感じること多いし、リスニングはもう IELTS より全然難しいです。最近はすごく細かいところまで問われるようになりましたから、昔よりずっと難しく感じますね。ライティングは IELTS より簡単です。簡単って言っても問題自体は IELTS より難しいですけど、点が出やすいですね IELTS より。 IELTS は採点基準がめちゃくちゃ厳しいので高得点が出にくい。それに対してトフライビーティーの方が全然点数は出やすい。読んで聞いて書いたりっていうね、インテグレイテッドなものがありますので、ここは厄介だと思います。でスピーキングは IELTS の方が優しく感じましたね。やっぱ決められた時間で喋り切るっていうのが大変。面接だと目の前にいるし待ってくれるしやりやすいんですけど、この時間までいかなきゃあーとかっていうのになるし、アカデミックなねものを聞いてそれをまとめるとかっていうのはやっぱこの試験の特徴ですよね。という形で、まあ、IELTS と TOEFL を比べた場合はやっぱり TOEFL の方が全体的には難しいですね。ライティングだけが IELTS です。で続いて国連英検特 A 級ですね。いやこれも難しい試験ですよ本当に。まあやっぱりトフルとかよりは難しいと思います。まあリーディングに関しては全然難しい。トフルや IELTS よりも全然難しいですね。すごいマニアックなことが聞かれるので、英検一級のあの単語問題、むずい単語が文章中にあるって感じですね。なんだこれみたいなんですね。読むのも大変だし、で文法も超マニアックなんで、どうか何なんだって。でプラスで国連の知識が問われますので、国連の知識も覚えとかなきゃいけない。で昔はねもう国連の知識問われるとこ決まってたんですけど、教科書改訂されて今変わっちゃったの問題の出てくるところ、だからさらに難しくなってますね。でライティングもそれに基づいたね、国連の知識とかを使って書かなきゃいけないものですから非常に厄介で、面接試験が時事のね知識とかなきゃいけないんで、これは結構やっぱ大変でしたね。それも入れとかなきゃいけないし、当然英語で言えなきゃいけないし、結構苦労して勉強しました。まあ本番になっちゃったら楽でしたけどね。もう準備したことをねただただ喋って、あとは自分に関することも聞かれるので、趣味とか尊敬する人とかね、その辺はすごい喋りやすかったんで、ここかなランクとしては、まあ、リスニングはないにしてもトフルより上かなって感じですね。じゃあ流行る第1位はケンブリッジ英検 CP ですね。やっぱむずい。
ケンブリッジ英検 CP は難しいですよ。鬼、どれも鬼でした。どのパートも鬼でした。ただ今はもうちょっと優しくなってます。僕が受けてた頃よりも優しくはなっているので羨ましいですけど、いや段落正序とか大変だったし、書くやつに文法って超マニアックだし、ライティングも超厳しいし、採点基準ですね、もう大変でした。でリスニングも引っ掛けがすごくやるし、当時初めてねイギリス英語勉強してっていう感じだったんで、いや相当聞き取るのも大変でしたし、ノンネイティブもいっぱい出てきますからね、非常に厄介な試験でしたね。でスピーキングは相手がいるので2人で喋ったり3人で喋ったりするので、またこれもやりづらいですね。他の受験者とこううまいやり取りをしないと高い点が出せないっていうので、ものすごく苦労しましたね。息が合わなかったらおしまいですからね。口語表現ですごいいい表現を使えって言われてましたからね。でライティングは逆にもう文語でいい表現を使えって言われてて大変でした。いや苦労しましたね。だから CPE 受かった時が一番自分の英語力あるんじゃないかなと思いますね。あの時になんで IELTS とか TOEFL 受けておかなかったんだろうって今でも思ってますね。はい、という感じですね。こんな感じでランキングつけてみました。やっぱケンブリッジ英検 CPE がむずい、非常にレベルが高いで、国連英検 TOEFL IELTS、 こんな感じになります。皆さんどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。